こんにちは、スロットです。今日ですね、現環境キョスキがね、めちゃんこ強い。はい、そのめちゃんこ強いキョスキね、出しまくれば強いやろっていうことで、はい、デッキをね作りました。まあ、作ったって言ってもめちゃくちゃこう適当に作ったんで、まあ、強さとかそんなのはね保証できないんですけども、超攻撃戦 2.2 キョスキ枯渇ですね。はい、キョスキプラスのキョスキミラーで、まあ、なんとかしつつの、まあ、バレルで攻めることもできますし、まあ、あとは1コスでぶん回しまくるっていう感じかな。はい、まあ、バレルで無限に攻めれますし、キョスキで無限に圧もかけられるっていう、まあ、現環境だからこそのね、はい、変なデッキを作りました。ということで、やっていこうと思います。まあ、平均 2.2 なんで、キョスキいて 2.2 はもうバグだよね。はい、ということで、ゴリゴリ攻めていこうと思います。で、最初ね、本当にキョスケ、おぉ、あれ、すみません、ちょっと優秀だからね。本当にキョスケだけで戦おうかなと思ってたんですけど、あの、キョスケだけだとね、ウッドがねえんだ。なんでやねん。使ったな、最初。多分。そう。あの、キョスケだけでちょっとね、攻めるのに、あれ？きちいのかな、なんて思って、はい。なんか、相手も同じような。そんなことある？待って、こんなデッキで2いるなんてことがあるのか。ああ、相手はでも、普通のマイティー枯渇だ。さあ、枯渇対決。呼んでいいのかはわかんないけど、枯渇対決です。はい。ああ、で、マイティーちょっとやだな。これ、飛んできたらハイスピだよね。ハイスピでなんかいい感じにできそうだな。よし。さあ、まあ、枯渇ちゃん対決。あ、キョスケはね、なんかまあ、とりあえずキョスケ出しとくかなと思うんですけど、まあ、今回の相手のデッキ的に、気持ち刺さりが薄いかもしんないですね。マイティーに弱いんですよね、キョスケって。そう。まあ、だからそれを突破するのが、本当はトリトンとかザッピーとかね、相性がいいですね、キョスケと。そう、もうこれ、めちゃくちゃいいアイスピスケ。きつそう。さあ、マイティー枯渇。まあ、マイティー枯渇、ゴリ強だからな。ガチで。さあ、まあ、定位置飛ばし毒で、相手もミラー持ってんだよね。あ、でもバレル飛ばしてきたんで、これ美味しい。売っとかない、これ。しかも13だから、ハイスピ耐えちゃう。いや、やば。何これ。キョスケがやべえのか、ゴブリンバレルがやべえのか、何がやべえんだ、これは。ミラーか、よいしょ。さあ、バレル、ただただ高回転でバレル飛ばすだけの動画になるかもしんない。いいか、やべえ、これヤクザか。あんなにニットいて、あー、でも使ってくれるのが美味しい。これやばくない？めっちゃ強くない？こんなに回転早くね、攻めれることないよ。さあ、そしてマイティにもアイスピとスケルトンで、いやん、それはいやらしい。あ、でもアイスピだけででかい。位置ずれてる。さあ、ウッドで落としていく。いや、キョスケ待ってよ。キョスケ出したよね。出したよね。一応、ゴブリンバレル、バカ刺さってますけど、今日はね、キョスケをメインでやろうかな、なんて思ってたんですけど、キョスケよりもゴリゴリに、あ、受けれなかった。ただ、高回転バレル、えぐ強いね、これ。引くほど強かった。相手ウッド持ってて、これだからウッド持ってなかったらもっと余裕だし、まあ、樽相手とかにもね、余裕だね。まあ、柳とかだとまた変わるかもしんないですけど。さあ、もしかしたらゴリ強かもしんない。はい。まあ、相手がマジ重量級とか、まあ、なんだろうな、とりあえず分かんなかったら、なんかね、怖かったら虚数級後ろから垂れ流せばいいので。おー、ヒースピー、スパちゃんか ?30 しか、エリポン来たままゴリゴリいくよ、俺。さあ、無限に飛ばしてく。あー、あー、これあれだ、エレキのジャイスパトルネだ。さあ、でもこれ相手ウッドがないと思うんですよね、僕の記憶が正しければ。あ、しかもそっち攻めてくんのか、それめんどくさいな、これ。どうしよう。まあ、さすがに一旦攻める。ジャイとかをさ、溶かす火力がないんだよね、俺。うん。あんまりこう、お、ザップ使った。取れねえか。ああ。
耐える。やぶないけどめっちゃ痛えな、ダメージ。ちょっと待ってよ、スパーキーやべえな。ジャイはキョスケで溶かすか。いや、キョスケおとなしく出すか。これ難しいとこっすね。相手のスパーキーにキョスケ回していっか。行かれるだけだけど、ここで合わすと多分逆サイ来んだよな。あー来なかった、でけえかぶった。さあフィジカルの鬼、さあイチコスの鬼。え、ちょっと待って、ノックバックでタゲ変えて、いやうまい、アイスピで殺して、いやうまい。え、なにこれ、今日の俺はいつもよりうまいのか。いつも通りうめえよ。さあジャイがやだね。いや、アイスピがいいね。しかもこれさ、キョスケの爆破でなんとかなるんだよね。え、めっちゃいい防衛、めっちゃうまいんだけど今日。さあ一生いじめる。だって次のさ俺の攻め耐えれんのって話やん。やばい、逆もしかり。で守る一回、お願い、ミラー5だけやめて。ミラー入ってる？入ってないよね。終わりだよね君の。オッケー、でかすぎー。よく耐えた、よく耐えた。これ結構きつかったわ。いやーマジでゴブリンバレル刺さるっすけど、気づきました、火力がないです。はい、キョスケ意外と、でもなんだろうな、キョスケにしてはある方の火力なんだけど、溶かせないね。ロイとかジャイとかを溶かすのがマジでスケルトンとかで頑張んないといけない。まあスケで頑張ればいいか。よし、いやキョスケミラーをねもっとやりたいんだよね俺は。そう、キョスケミラーで頑張りたいんだけど、あ、これあれだ、流行りの巨匠ロイホグ。さあこれは相手がでもヤナアメを使ったから、ここでゴブリンバレルダブルパンチ説ある。いやトリトンもいいんだよな。お願い、ゴーストで完封的やめて。あー、オッケー。いや全然いいんだけど、キョスケのバカがかすれ、あれかすんねえよな。さあまあいや、いい受けじゃない。いやこれ頑張ってくんねえのかな。てかヤナメ使ったよな、熱くねこれ。対応してきたのが、あーミラか。いやでもこれまあでもいいや、まあでもゴーストでもなんでもいいや、ぜひこれ。いやでもゴブリンが強すぎてマザネクがウッドで死ぬ、やばくね、天才か。いやでこれも別にスケだけで受けれるから、まあ正確にはスケアイスピだけど、いや強っ。アイスピなんかね、冷凍時間がちょっと伸びたんだよね前。多分俺の記憶が歪んでなければ、そう伸びた気がするんだよねちょっと前に。お、待ってこれいけ、やばい、全然か、届かんかこれ。あ、届かんわ、しちゃった。あるある、端前キョスケで全然うまくいかないと。いやー強い、よしよしよし。いやめっちゃいい、マジでめっちゃ強くね、このデッキ。なんかウッドミラーがさ、マジアチャを処せるしさ、なんかこう、まあミラーがあるからかな、安心感が違う。しっかりキョスケで守って、あれキョスケで守りたいね。しかも
これ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 よ、このデッキの強み。これ相手も一緒ですから、お互い京介ミラーです。はい、でコウモリつけてゴブリンバレルつけてからの山下でフィーバー、あれ止まってんな、あーやべ、なんもね回ってね、これも絶対きついぞ、これだって京介でいけんじゃない、フィジカルの鬼、イケイケゴリラども、ゴリラ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 、そしたらおい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 きょおいきょか、これうわやばい、あれ絶対バカでっちりやん、さっからのこっちにコウモリ出して、なんだゴブリンバレルドデカバージョン、ああこれ絶対止まんねえよな、あやばマジでやばどういうこと、キョスケがさってさ、トリトン処理してゴースト処理してね、マザニク処理して全部処理していくかんね、いやマジでガチの進撃の巨人説ある、これキョスケやばいな、まあゴブリンバレル待つ、まあミラー待つ、なんか噛み合ってんねこのデッキ、ちょうどいい感じに対空コウモリやるんでね、強いです、はい、ラバとかもコウモリコウモリファイスピーアイスピーつけコウモリコウモリできるんで、そう空にも強いし、何に負けんだっちゅう、あこういうのが嫌ですね、ザップとか取ると吐きそうになります、あのこれはいやーザップ来ちゃった、したい、 LSP があれば使う、ザップ使ったね、あーめっちゃいいバルキリーだな、これ凍らしてキョスケの爆破に当たれ、いやこれマジかよ、ちゃんとザップ持ってるやん、そんなすごいかあるかね、しかもザップ早いねんな、マジでザップ使いのザップの極めさ、極み極みでやばすぎ、これ無視してくんだ、よくわかんない、まあおとなしく巨巨で耐えよう、うん、これ入れない方がいいかんね、巨巨でうわーよかった、相手のマジアチは無能で、無能でとか言っちゃって、さあまあここ爆破受けちゃうけど、それぐらいええぞ、さあコウモリにザップ打たして防衛は楽にいきたいね、あースケブか、いやスケブちょっと忘れちゃってんだよな、さあでも相手俺のゴブリンバレルが苦しいはずなので攻めたいよ、であとは巨巨だね、巨巨で守りたい、いやーゴホ君7まで待って、あこれマジアチ来んのか、絶対クリアン、これやばレイジ、さあまあでもこれは攻めてあげて、いやいいよ、キョスケがあのスケブにウッドを使いたいね、マジ、いやいいよ、マジアチャ、マジアチャちょっと邪魔だね、でもしかもこれここのキョスケマジ、居抜いてくださいだからな、俺。うん。今俺の相手さ、グッドゲームって言わんかった。やばい、マジグッドゲームすぎる、やばいやばい、耐えろ、あマジでやばい、なんでやねん、あーこれはなんでやねん、なぜ負けたかもわかりませんね、いやスケベにちょっちょ打っとっとけよかったっすね、ちょいちょい、いやこれもう事故よ、ザップが早すぎたわ、相手のザップに敗北です、ゴブリンバレルなのに、
いや辛すぎるな今のも。いや序盤にダメージ受けちゃうとやっぱ本当に追いつくの大変だね。なので序盤マジでキョスケキョスケの引きこもりです。キョスケキョスケの引きこもりの、いやー丁寧にいくか、あんな見らねえわ、うん、くっそー、いやマジ悔しいな。ちょっと迫撃っぽいっすね本気は。まああれ爆破でさすがに言ってくれるよなこれ。天才吹きよ、いや天才かいた。でスケルトン部隊とやなめかな、そうっすね。これめんどくさいっすね。ちょっとまあ高回転のキョスケコウモリが強そう。えこれさ、俺がもしかしたら天才だったっていう話します。いやダメ、いやめっちゃいいやん。であれはちょっと無理だな。いやでも結構入ったっすね。1970でしょ、まあと我慢でいいやろ。いやお前やめろよもう。 OK 許す。アイスピで削り、端前キョスケコウモリ絶対きつくない？俺ぐらいになると分かっちゃう。スケブでしょ。オッケー、やめろ。あ、これやばい、待って、止まんねえ、あいつ。何や、あいつ。止まったわ。なんで？いや、でもダメージ、結構渋いな。ここのスケブがやべ。よし、耐えろ。マジで耐えて、痛い、いやでかい、いやこのコウモリが熱い。あの引きはいかれるかな。いやちょっと攻めるぞ。いやマジか、うわダメージやべえ。リーグあるよな。そうだ、いやー攻めていこう。あマジあのスケブズルだな。やばい、しかもやばい。いやーめっちゃ悪い流れではないんだけどな。俺の攻めが通ってくれれば。いやマジかよ、いやマジ悔しいな、普通に悔しいね。レスピークロスでしたら GG です。はい、敗北です。いやこれクロスはいじめじゃないこれ、絶対ダメージ入んない俺。ああやばい、そうでもない、もういやエリポンクロスやん、マジでやばい、引きこもられちゃうよ一生防衛クロスで。うん、うわえぐ、これやばいよ、じゃんけんに敗北してる。
相手持ち手グーとチョキとパーあんのに俺チョキとチョキとチョキしかねえみたいな、何回でも同じカード出せるよっつって、あべえ絶望いやこれ勝ったらっていうか勝つ未来が見えねえな。ね、あーでかい、いやーなんで取れてないんだけど、まあまあまあ、それぐらいなら許すか。あー許せねえなー、そんな飯やばいなぁ、マジでどう頑張っても勝てんこれ。いやー入ってるけどなんでラッキー、いやこれやば、待ってー、ミニペイヤで1コスブッパやんこれ、いやマジでテストの問題分かってんのに解けない人みたいになっちゃう。いやでも相手もねえかんな自分が、レスピだったら使った、いやマジで無理ゲーか、なんだこれ、いやマジでオアマッチングしてしもうた、しゃーなしっすねーこれは。ちょっと俺のこのデッキじゃ届かねえ相手だったもん。よいしょ、いってらっしゃいバレル、まあバレルミラーね、刺さると熱いですが刺さらないとね相手が激熱になります。はい、まあコウモリ、いやなんかダメージも意外と入ってんな。さあコウモリも LSP でいかれるんで、まあこれしょうがないっすね。はい、マジでマジでこれ無理だよ、うん、ということでこのキョスケミラーね、いやまあ刺さるときはめっちゃ刺さるんで、ぜひはい皆さんもやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。